今夜は最高。今夜は最高。今夜は最高。副フホワット・ What、A ・ファンタスティック・ナイトは、日本テレビ系列局で1981年4月4日から1982年4月3日。第1期、1982年9月4日から1989年10月7日。第2期まで毎週土曜日の23時23時30分、JST に放送されていた。 タモリが司会を務めたトークコントバラエティ番組、ステレオ放送、文字多重放送を実施していた。スポンサーは、パイオニアの一社提供番組。毎回、多彩な豪華ゲスト一人とそのゲストと関係するパートナーゲストを一人呼び、二人パートナーだったことが二回だけ、あるメイン司会のタモリとのトークやコント、ミュージカル、生歌、演奏などを織り交ぜた。 番組内容で放送が行われていた。最終回までに出演したゲスト総数は三百二人、パートナー総数は百七十三人を数えた。番組前半はメイン司会のタモリとゲストらによるオープニングコントからトークコーナー、後半のコントを経てのクライマックスではメイン司会のタモリ自らがトランペットやフルートで伴奏、コルゲン鈴木博正率いるザ・プレイヤーズの演奏が 出体に加わって、ゲストが歌うコーナーがあり、歌い終えた後に、女性ゲストの、ところでさん、今のご気分はを受けて、ゲストが、今夜は最高。と答えるのを例とした。オープニングは、マンハッタンの夜景をイメージしたセットが作られ、建物の間からメイン司会のタモリ自ら顔、覗き出す演出が毎回行われていた。これらの件は、タイトル取りと呼ばれ、 毎回スタジオ内で撮影され VTR 収録を行っていた。番組末期となる1989年3月からはタイトル取りの部分を含めたオープニングが CG を使用したもの変更された。藍染め京子の出演会では彼女が全身金庫生みでのヌード姿で登場しダンスなどを披露した。またメイン司会のタモリの名キャラクターの一つ。 大魔人氏は当番組で誕生した。これを気に入った中村吉右衛門はゲスト出演の際に自ら大魔人氏に噴し持ち歌の恋の大魔人を歌うといったサプライズもあった。1982年4月10日から8月28日までの半年間は当番組の放送を一時中断。その間は穴埋め番組として 女優の桃井い顔にトコーラスグループのダークダックスによる同志校のバラエティ番組、日はダメ、が放送されていた。番組構成は、タモリと交友が深い高平哲郎が担当していた。タモリ以外のレギュラー出演者には、991や番組中盤から参加した、久本雅美、柴田理恵、渡辺信子らのわはは本舗メンバーらがいる。中村誠一をはじめ、 伴奏の担当ミュージシャンもコントのコーナーに多数登場したバンマスの鈴木博雅はもちろんスタジオミュージシャンとして有名な松木恒秀、岡沢明、渡嘉敷雄一がコントをするという普通では見られない姿が当たり前のように流れていた。メイン主会者であるタモリと女性パートナーの二人で男性ゲストを迎える形だがパートナーは基本的に二週ごとに交代する。 稀に一周交代の時もあった。トークコーナーでは、タモリと女性パートナーが男性ゲストを挟む形に座ることが多かった。ゲストは300回記念などのスペシャル版を除けば、毎週変更され、女性ゲストだった回、沢田巻、戸川淳、松金米子、田中優子や、ゲストなしの回、81、9、5、83、1、29、9、24、 88、1、にもあった。番組の撮影と収録は、高事待日本テレビの G スタジオで主に行われていた。各回の収録は、木曜日から土曜日までの最低3日間はかかっていて、タモリによると、週4日かかっていたことも多かった。当番組では、タモリがサングラスを取る姿は珍しくなかった。女装やモノマネでは、素顔、普通のメガネ顔、 かつてのアイパッチ姿の名残のある片方のみのサングラスメガネなどサングラスなしの顔が頻繁に見られた。斉藤春彦と和田明子がゲストの1985年2月9日放送分のオペラ昭和人協伝が同年の民間放送連盟賞のテレビ娯楽番組部門最優秀賞を受賞した後日。当番組には芸能人だけではなく当時 タモリのマネージャーをしていた、田辺エージェンシーの前田武史などのタレントマネージャーや、富士テレビの社員である名プロデューサー横沢兵、当時、三景介、小林豊、森田和義は笑っていいとも、富士テレビ系列の当時の番組スタッフも、たびたび当番組にゲスト参加していた。こうした内容が、大人の視聴者層から人気を呼び、全盛期の1986年には、 年間平均視聴率が14%台に達し、20%を超えることもたびたびあった。前日の通り、当番組はパイオニアの一社提供で放送された。パイオニアは、それまで山城慎吾と吉村麻里が司会を務めた、金曜娯楽館のスポンサーを務めていたが、同番組の終了を受けて、金曜22時台からスポンサー枠を移動し、以後は土曜枠の この、今夜は最高。で、スポンサーを務めることになった。提供の読み上げは、後期に入るまで、松永文夫、当時日本テレビアナウンサーが担当していた。他、1985年2月9日に放送された、ゲストは、斉藤春彦と和田明子、昭和残響伝シリーズのパロディコント、役ザ映画をクラシックオペラ風にし、ほんのわずかだが当時、 トルコブロ、ソーランドと解消する騒動を揶揄する、風刺等が評価され、昭和60年度民間放送連盟賞、テレビ娯楽番組部門最優秀賞受賞をした。最優秀に限定すれば、テレビドラマ、ドキュメンタリーが獲得する傾向の同賞において、1回のバラエティコントが受賞するのは、非常に珍しく一際異彩を放っている。これを記念して、 1985年末の12月28日には、再放送も行われた。流れ者のヤクザ、斉藤秀次郎、斉藤春彦は、兄弟分の篠のめ組親分、下河原十三、タモリを訪ね客人となる。篠のめ組の縄張りはかつて非ぼたのお竜、和田明子の父のもので、一人前になったお竜が今でも居座る篠のめ組に、手を引いてもらおうと交渉する中、 秀次郎はお竜に、銃蔵は信用してはならないと説得する。ミ空ラヒバリがパートナーとなった放送会、1987年4月11日18日放送分には、坂上次郎、男子なり、斉藤春彦、ところジョージなど、大勢の男性ゲストが出演するヒバリスペシャルとして、放送サた、この回にも、大魔人誌が登場し、お約束のように、 ヒバリの品縮を買い、タモリが恐縮していた。その後のヒバリの救世に伴い、1989年6月24日放送分では、急遽、ミソラヒバリ追悼と題し、1987年4月11日18日放送分を編集して再放送した。ヒバリは普段バラエティ番組には滅多に出演しなかったため、 この出演会が後年に貴重映像として取り上げられるようになり、日本テレビでひばり特集が組まれると必ずと言っていいほど本番組での姿が流れる。1 9 8九年春の改編でスタッフの大幅な入れ替えを実施、音楽担当の鈴木博正や振付の土井、わはは本舗といったレギュラーメンバーも降板し、新たに音楽は、佐橋敏彦、コントレギュラーには、 田口智とと、福原和臣が加入。オープニングもリニューアルされたが、フジテレビの裏番組、ネルトンくれないクジラ団の影響で、視聴率は伸び悩んだ。そして1989年10月7日、放送分で最終回を迎え、集団期間を含めて8年半、413回の歴史に幕を下ろした。タモリは、まだ本番組を続けていくつもりであったものの、 タモリの所属事務所、田辺エージェンシー側と、日テレ、番組スポンサーのパイオニア側との間に、トラブルが起こり、半ば、仲たがいをする形で1989年に、番組は終了した。本番組終了後、タモリが、日本テレビ系列のレギュラー番組を持つことはなく、本番組終了から30年近く経った、現在においても、タモリは、 日本テレビ系列の番組に数える程度しか出演していない。なお、日本テレビにおける本放送時の放送マザーは番組開始当初は2インチスーパーハイバンド VTR で1983年頃から1インチ C タイプ VTR に切り替わり、ステレオ MA が施されたカンパケが使用された。1981年8月22日、 タモリの三十六回目の誕生日でもある、この日に二十四時間テレビの深夜の一コーナーにて行われた企画。内容は上半身裸のタモリと赤塚不二雄によるショートコント集。当時タモリがメイン芸としていた SM ショー、ワニの生態等の宴会芸の連続であったタイトルを紹介する進行役は中原里恵。 番組終了から10年になる1999年9月18日に、タモリが木村拓也らと共演したスペシャルドラマ、今夜は営業中、が放送され、当日がかつての放送枠である土曜夜など当番組をかなり意識したような作りとなった。日本テレビ開局55周年を記念して、タモリ教授のハテナの殿堂 が、2008年11月29日21時23時18分に放送された特別番組、日本テレビ系列の番組出演は、前日のドラマ、今夜は営業中、以来約9年ぶりである。当番組のエンディングで、研究員のゲストで出演していた、荒垣結衣が、今のご気分はと問い、タモリが、今夜は最高。と答えるという、かつて、 今夜は最高。で、恒例の掛け合いが復活。流れていた BGM も、今夜は最高。と、同じ、星に願いを、When You Wish Upon A、A スターであり、このエンディング場面が放送された時間も、今夜は最高。と同様に土曜日23時枠であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。